スマスライブの会場はどこにするつもりだ？ちゃんと考えてるのか？そっか、まだ全然考えてなかった。みんなはどこでやったらいいと思う？まあ無難に考えたら学校じゃないかな。けど今から学校って難しそうな感じするな。公式の行事じゃないし。そしたら商店街でやるのはどうかな。そんなの学校よりもっと無理だろう。いろんなところに許可とか取らなきゃいけなくなるぞ。確かにそうだよね。急な話だから今から会場を抑えるのって厳しいかもね。あ、そうだ、心に相談してみるっていうのはどう？心にはあの黒服の人たちがいるじゃん。あの人たちならなんとかしてくれるんじゃないかな。まあ確かになんとかはしてくれそうだけど、つかお前それでいいのか？え？どういう意味？私たちのクリスマスライブだろ。それを何か得体の知れない巨大な力で達成して、お前はそれで満足なのか？確かにそう言われるとすっごくダメな気がする。だろ？なら私たちだけでなんとかするしかねえって。アリサちゃん、なんだかやる気満々だね。そういうわけじゃねえけど、かすみがあまりにも安易なこと言ってるからさ。ごめん、今のは私が悪かったよ。それじゃあさ、サークルに行ってみない？やめとけやめとけ、サークルはクリスマスライブの予約が入ってるし。そうなの？当たり前だろ、クリスマスライブなんて普通1年以上前から予約で埋まってるぞ。そっか、ダメか。さあや、サークルもダメっぽいって。私もまさかサークルが使えるなんて思ってないよ。サークルに行ってマリナさんに相談してみるの。相談？多分マリナさんなら他のライブハウスのこととかにも詳しいと思うし、ここで私たちだけで話してるよりよっぽどいいアイデアをくれると思うんだ。そっか、なるほど、確かにそうだよね。賛成。ガールズバンドパーティーでもお世話になってるし、マリナさんなら相談しやすいもんね。私もそれがいいと思う。まあ確かにここでうだうだ言ってても仕方ねえし、サーヤの言う通りとりあえずサークルに行ってみるか。うん、それじゃあ出発。いますか？あ、かすみちゃん、こんにちは。今日もポッピンパーティーは勢ぞろいだね。みんな本当に仲がいいんだね。それで今日はどうしたのかな？ちょっとマリナさんに相談があるんですけど。もしかしてクリスマスライブのことだったり？あ、どうしてわかるんですか？実はね、昨日ある人からクリスマスライブができるかどうかの問い合わせの電話があったんだ。だからもしかしたらって思ったんだね。アリサちゃん、昨日の電話アリサちゃんだよね？え、アリサ？アリサがサークルに電話してくれたの？はあ、ちょっとマリナさん、何言ってるんですか？私はそんな電話してないですよ。そうなの？やだなマリナさん、勘弁してくださいよ。私がそんな電話するわけないじゃないですか。そっか、ごめんね。声がよく似てたからてっきりアリサちゃんかと思っちゃった。でね、その電話の人にはクリスマスは1年以上前から予約が入っちゃってるって言ったんだけど。そっか、やっぱりそうですよね、アリサの言ってた通りだね。ただその電話があったから一応オーナーに聞いてみたんだ。昼間の空いてる時間は使えないかって。え、昼間の空いてる時間？そしたらオーナーはオッケーだって言ってたよ。多分ミニライブくらいはできるから自由に使ってくれだって。みんなにはお世話になってるからもちろん無料だって。本当ですか？すごいよ。私たちは昼間だって全然いいよね。うん、っていうかライブの後のクリスマスライブ
リスマスパーティーのことを考えたら私たちは昼間の方がいいくらいだよね。やったね、かすみ。サークルでクリスマスライブができるなんて最高だよ。ありがとうございます、マリナさん。あと、オーナーさんにもお礼言っておいてください。うん、オーナーに伝えておくね。あと、電話をくれた謎の人物にもお礼を言わないとね。そっか、そうですね。けど、それって誰だったんだろう。アリサ、わかる？アリサに声が似てたらしいけど。そうな、声が似てる人なんて結構いるからな。そっか、そう言われれば確かにそうだね。アリサに声が似た誰か、ありがとうね。って一応お礼を言ってみた。それじゃあサークルでのクリスマスライブ決定。特別な日だもんね。最高に素敵なライブにしようね。おありがとね、アリサ。は？何が？うん、ただお礼を言ってみたくなっただけだから気にしないで。意味わかんねえし。クリスマスに Christmas